そうですね、まあ素直にまずは1本ヒットが出たことと、まあ、打点もそれにプラスでついてきたので本当素直に嬉しいです。そうですね、まあ簡単に追い込まれて、まあ、ランナー2塁だったので、まあ、次に本当になんとかいい形でつなげようって思ってて、それが本当にいい形になりました。そうですね、本当もう1本出たことが本当に嬉しかったので思わず気持ちが前面に出ました。もっともっとチームのためにできることを考えて頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。変化球レフトへ、レフトオーバーになった。セカンドランナー帰ってきて、ルーキー児玉二塁に行きました。プロ初ヒットが出ました。児玉タイムリーツーベースです。セカンドベース上で両手を大きく上げました。高めの球を捉えていきました。